海を楽しみ、海を味わい、そして美しい海を守る海と日本プロジェクト in 山梨。今私の後ろで行われているのは、なんと海がない山梨でのビーチバレーボール大会なんです。さらに今日はここで海と日本プロジェクトの給水化ステーションも同時開催されます。今日はその様子をリポートします。給水化ステーションを行ったのは、海がない山梨のビーチバレーボールのクラブチーム、アンビーの皆さんです。この日は北杜市家庭婦人バレーボール連盟のママさん選手の皆さんにお手伝いをお願いしました。スイカは熱中症予防に最適な果物で、特にシトルリンというアミノ酸は足がつるのを防ぐ効果があります。時刻は昼の12時です。いよいよ給水化ステーションスタートです。選手の皆さんはたくさん汗をかいたと思いますので、スイカを食べて熱中症を予防してください。おいしい。どうですか？おいしいです。最高スイカ。ビーチといえばスイカ割り。おお、私も参加したい。おお、外したら皆さんにバカにされると思ったんで、全力でぶち抜いてやりました。やっぱりみんなスイカ大好きなみたいで、こまめに食べてもらえるのはすごい嬉しいですね。みんな嬉しそうに食べてますね。もう毎試合休憩ごとにスイカ食べてもらって、スイカのアミノ酸も取ってもらって、足つらないように熱中症にも気をつけてプレーしてほしいですね。またバスケットボールの試合でここを訪れていた東京の小学生たちも立ち寄ってくれました。皆さんのスイカを頬張る笑顔が印象的でした。白い砂浜にスイカ、私も今日は海気分を味わいました。